皆さんこんにちは YouTube チャンネル松本大芦屋ではお正月特集としましておせち材料についてご紹介していますおせち材料の一つ,一つ一つの食材についていわれを紹介していきたいと思いますまず黒豆こちらは黒く日焼けするほど豆に勤勉に働けるようにという意味で入れられます数の子は 卵の数が多いことから子孫繁栄を願うために入れられます。田作りは、イワシは農作物の肥料になることから豊作,を豊作を願うために入れられます。ごぼうは、根が地中深いので、家の基礎が堅牢であることを願い入れられます。かまぼこは、紅白はおめでたさを表す。 また赤は魔よけ、白は正常さを意味します。伊て巻きは形が巻物に似ており、知識が増えるようにとの願いが込められています。他にも様々な食材があります。それについては次回以降の動画でご紹介したいと思います。